アスカ・アキオ・エクストリーム・サイエンス、アスカセミナール22。それではアスカ先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お久しぶりです、ね、はい、2ヶ月ぶりです。そうですね。で、今この前説で言いましょうか、ここでご紹介したように、うん、今回から2部構成ということで、だいだ、ね、新しい試みなんですよ、うん。まあ、好評でしたらこの形ね、不好評でしたら元に戻すと、今回限りという貴重な生放送になるわけで、はい、よろしくお願いいたします。第1部は大和朝廷編ということなんですが、もう早速にたくさんの質問届いておりまして、はい、はい、では1枚ずつお一人ずつご紹介していきます。飛鳥先生、円盤屋の皆さん、こんばんは。生放送ありがとうございます。アメリカの超能力者マクモニーグルさんが卑弥呼や伊勢神宮、古墳などのリモートビューイングをしたと以前ムーの記事で読みました。卑弥呼のいた邪馬台国は大和朝廷と深い関わりがあるそうですね。そんな邪馬台国や大和朝廷の謎が解明できるような驚くべきリモートビューイングの結果は何かあったのでしょうか。今発表できるギリギリまででいいのでお聞かせください。よろしくお願いします、ということですね。なるほどね。まあ、マクモニーグルとは何度か会ってますし、奥様とも会ってます。で、面白いことでマクモニーグルってあんまりこう喋ると奥様がちょっと止めるんで、あら奥様がその辺うまく、うん、だから、うん、面白いなと思って。そうなんですか、うん、マクモも女性には勝てないかと。もしかして奥様もそういった力をお持ちなんでしょうか。うん、それは聞いてないね。ただおそらくある程度のことは情報として知ってるんじゃないかな、うん、なるほど、うん、そこで、まあ、ちなみに FBI とは言っててもやっぱり一応政府の方の、まあ、軍だね、軍のサイキックなんで、まあ、軍事機密等々に扱う分野ありますから。なるほど。当然ながら伊勢神宮の中はスキャンされてますよ、軍事衛星で。ああ、そうですか。何があるかも多少分かってるかもしれない。すごいですね。うん。ということは、うん、ああ、あっこへ行ってこう侵入すれば、うん、持っていけるんだってことも知ってるかもしれない。かもですけれどもね。はい。で、卑弥呼のいた邪馬台国は大和朝廷と深い関わりがあるそうですね、と。あ、そうですね。はい、うんうんうん。まあ、マクモニーが言っている通り卑弥呼って、ね、やっぱりハーフっていうかな、うん、で、うん、僕の本にも一部書いてるけど、まあ、女服、うん、